勝ち込め極道の森。始めていくよ。遅いね。この時間に来るって言ってたのに、もう3分も遅刻してるじゃないか。あいつ来たら怒ってやんねえと。あ、この足音は。ああ、お前が新入りか。3分の遅刻じゃないか。まあいい、最初からそんなガミガミ言ってもダメだしな。気を取り直して。私はこの島を治めてるカナってんだ。ここで私はカナ城って呼ばれてる。これがどういうことか、あんた、わかるよな。まあそういうことだから悪いことは言わねえ。私の言うことは聞いとくんだな。じゃなきゃ、村の奴らがあんたに対してどういう態度取るかわかんないからね。とりあえずついてきな。うちの島紹介するからよ。お、ああ、この看板かい。これはな、5年前、うちの島をめちゃくちゃにしたやつだよ。ま、こいつを見かけたら、必ず私にすぐに連絡してくれ。頼んだよ。あ、そうだ。紹介する前に来てほしいところがあるんだ。ここさ。ここは私の親父とおふくろの墓だ。すまねえんだけど、手を合わせてやってくれねえか。ありがとうよ。ちゃんと挨拶は済ませたか？よし、じゃあ湿っぽい空気はなしだ。こっから私が島をちゃんと紹介するからよ。じゃあまずは、そうだな、公園だな。ここはな、私の親父とおふくろが、私がちっちゃい頃に遊び場が欲しいってすごいダダをこねたらしくてさ、作ってくれたんだよ。こじんまりしてっけどさ、愛情がこもってるっつうか、いいとこだよな。ま、お前も気分転換とかしたくなったらここに来て休むといいよ。じゃ、次だな。次は、あ、そうだ、この建物とか紹介してなかったな。ここは博物館。ここはこの島にいる虫とか魚とかそういうのを展示してんだ。まあ他の島から来たやつ向けだな。あ、いい匂いだよな、それ。私が埋めたんだぜ。はい、じゃあ次。ここは役所だな。うん、たぬきちとしずえってやつがまあここで働いて、この島を良くしようとか、まあそういう経済回したりとかもろもろやってくれてるわけ。私はそこんとこ弱いからさ。まあなんかあったらここに相談に来なよ。お、挨拶してんね。やっぱ挨拶大事だから。こんにちはだよ。今はね。みんなもこんにちは、ちゃんと言うこと。はい。じゃあ次行こうかね。あー、この辺は居住区だね。あ、ちょっと待ってくれ。ちょっと、金が飛んでる。あ、ちょっと待ってくれ。ゲットしたい。あ、ゲットできない。嘘だろ。あ、よしよしよし。ああ、悪かったね。まあまあまあ。あ、ここは居住区だよ。うん。まあ、いろんなやつが住んでるけど、まあ、この辺については、おいおい説明するから、まあ、待っててくれ。すまないね。ちょっと今虫を高く買ってくれるやつが来てるから、ちょっとごめんな。でここはビーチだな。まあここでこうやって休んで日焼けしたりしてもいいぞ。でここは写真スポットだな。うん、こうやって写真撮って、はい、撮るから今お手本見せっから、はい、こうやってね、はい、はい、撮影してね、はい、こういう感じ。あー、これかい、これはちょっと言えないんだけど、私とある大切な人のイニシャルをちょっと恥ずかしいな、やめてくれよもうはい、じゃあ次ね。あ、おはよう。ちょっとやーってやってみようかな。あ、ちょっと待って、やーってやる、やーってやりたい、やーってやりたい。ちょっと待って、やーどこだ、あ、これ、あ、これだ。あ、無視された、くっそこいつ。まあいいや。あ、ちょっとごめん、取るわ。偉いね、ちゃんとお花に水あげてさ。はい、まあじゃあ次。あ、おー、リンダー元気かい。お、今日は子供と来てんだね。あ、子供もすごいじゃないか、この砂の城。お前らが作ったのか。いや、いい子だね、本当に。お、ちゃんと雄たけびもあげて。あ、いいじゃないか。わあ、すごい。ああ、こいつら親子なんだよ。たまにこうして、うちの島に遊びに来てくれるんだよな。な。うわ、すごい喜んじゃって。いいじゃないの。はははは。はい、じゃあ次。はい、次は、あ、ちょっとボトル来てんな。これは、このボトルはな、うちの島から離れていった組合員が送ってくれるボトルなんだよな。まあ有益な情報とかそういうのが書いてあるっていう感じだな。うん、まあまあまあいいだろそれは。あー、ここは仕立て屋だな。ここで服とか売ってんだよ。お前もちょっと今の服ダサいからここで買ってコーディネートしろよ。分かったな。はい。あ、金なってる。まあ、それはおいおいで。じゃあ次だな。次は、あ、ここはな、果樹園だな。ここ。私が経営してる果樹園。勝手に取っちゃダメだからな。まあ、食べたいときは私に言ってくれ。うん。これもな、大事な島の、なんていうんだ、財源だから。うん。勝手に取っちゃダメだからな。はい。じゃあ次。ここはな、私が経営してる遊園地なんだよな。うん。まあ人材はこのちっちゃいおじさんたちがな、やってくれてるんだけど。あ、わため。おじさん。ちょっと見えづらいけど。おじさん。おじさん。ちょっとわたあめ1個くれよ。あ。いやー、やっぱ、おいしい、おいしいな、ここの、わたあめ。うめえわ。ありがとな。これからも頑張ってくれ。お、じいさん、今日もやってんのか。ちょっと、マジック見せてくれよ。見せて。うわー、すごい。うさぎも大変だな。頑張れよ、うさぎ。あ、ここはコーヒーカップだな。回すとちょっと音がうるせえから、今日は止めてある。うん。そんな感じだな。で、こっちは、まあ、ポップコーン売ったり、まあ、憩いの場って感じだな。まあ、お前も、ここで休んだりしてくれ。あと、電話かけたいときは、こっからな、かければいいから。はい。頼んだぜ。あ。で、次だな。次は、まあ、温泉だな。やっぱり、私、ちょっと有馬温泉背負ってっからさ、まあ、ここに有馬温泉の湯を引いてるわけ。はい。じゃあちょっとまあお風呂入るからさ、ちょっと着替えるわ。着替えます。はい、全部抜いた。じゃあ私お風呂入ってくるから、まあ、お前は覗くんじゃねえぞ。はい、ここはな有馬温泉を引いてるんだな。こっちが金線でこっちが銀線なんだな。でウォーターサーバーもあるから、のぼせそうになったらまあちゃんとお水飲めよって感じで、まあちっちゃいおじさんはないつもこうやってお湯の湯加減とかチェックしてくれてんだな。うん、まあいいとこだよ。でこっちはまあ露天風呂だな。うん、まあそのまんまだよ、露天風呂。うん、ここもいい湯だよ。うん、ここはなうちのオリジナル温泉を引いてるんだな。うん、ここで休んだりしてもいいし、まあお前も、あ、そっか今いないんだった、覗いちゃダメだからな。うん、ちょ戻ろう。まあ、あ、お前待ってたな。お前もまあ入りたくなったらいつでも入っていいから、ここは。うん、じゃちょっと切るわ。ちょっと切るから待ってて。はい、来た。あ、待っててくれてありがとな。まあそんな感じだ。いつでも入りに来い。でこっちはここはな島にキャンプしに来るやつらがいるんだけど、まあそういうためのやつの施設だな。うん、景色もいいしいいとこだろ。ちゃんと困んないようにトイレも置いてあるし、水もあるし、まあ食事もな置いてあるし、うん、もてなせてるなって感じはするな。うん、そんな感じだ。で次な、次はまあこっちなんだけど、あ、ちょっと待って、風船飛んでる。これもうちの島を離れた、あ、ちょ組合員のやつらが送ってくれてんだよ。これ飛ばしてくれてんだよな。まあ伝書バトみたいなもんだと思えばいいかなって感じだな。はい、で、ああそうだった、ここではこいつらを飼育してんだ。こいつらは戦闘用のカメで、まあなんか他の島のやつらが勝ち込みに来た時に、まあこいつらがな戦ってくれるっていう感じだな。うん、まあ育ててるよ。いいやつらだぜこいつらも。うん、今日あったかくてよかったな。水もちゃんと入れよ、水んとこな。うん、であとはまあここに、まあ、フラミンゴを飼ってるな。うん、あっちにはオスがいて、ちょっと天の川みたいな感じでちょっと離れちゃってるけど、まあまあいるな、フラミンゴがな。うん、でここはまあ家、はい、家です。あとは、あ、おはよう。あとは、あ、ちょっとこいつだったら、やーってやったらやってくれんじゃないか。ちょっとやーやってみる。やー。あー、いいやつやっぱり回る。ありがとう。いいやつだよ、あいつは。本当に。あ、ここは商店だな。まあ、ここでいろんなもの買ったり、まあ、売ったりして、まあ、生計はそんな感じで立ててくれ。あそこかい。あそこに関しては私もこの先は入っちゃいけないっておふくろと親父に言われてんだよな。だから私もここは一回も入ったことがない。噂によると、うん、ある集落があるらしくて、まあそこにはあんまり干渉しちゃいけないってことになってんだよな。だから私も島のやつらもこっから先には行かないことになってる。うん、だからお前も絶対入っちゃダメだからな。頼んだぞ。よし、まあそんな感じだな、うちの島は。うん、あ、そうだ。でここが私の家な。まあ私の家についてはまた今度説明するから、楽しみに待っててくれ。じゃあまあそんなもんでバイバイ。この時の私はまだ知らなかった。まさかあんな大変なことに巻き込まれていくなんて。